はい、トモミさん、こんにちは。今回はバグをね、バグをね、なんか面白いバグを発見したので紹介していきたいと思います。今思ったらあれか、ダメじゃん。めっか、はい、なんかいろいろ用意し、そうだ、今ね、なんかちょっとフリーズしてたらごめんなさいっていう感じです。まず、じゃあ用意するもの、かなどこと、あ、どうしようかな、カットしようか、よいしょ。なんかそのね、準備ができるまでカットします。はい、じゃあまあ準備をしてる間にね、今から何が起こるのかぜひ皆さん予想してみてください。まあ大体わかるかな。はい、もう知ってる人もいるかもしれないですがね、すごい今からやるの面白いことがね起きるんで、よいしょ。じゃあ鉄ピッケルでいっか。はい、あ、鉄、鉄剣にしよう。よいしょ、よいしょ。鉄剣、あれ、あった。まず、はい、じゃあ、はい、準備ができたので、はい、準備ができました。はい、今回必要なものは、まず同種類の新品のアイテム、今回は鉄剣2本、新品のこの使用済み、使用してないっていうことが大事ですのアイテムです。で、片方はできればエンチャントされてる方、あ、というか片方はエンチャントしてください。今回最大レベルノックバック、ノックバック1。はい、で今現在は、ノックバック1の鉄剣1つと未使用のただの鉄剣1つあります。これからね、金属を使ってめちゃくちゃ面白いことをね、まあやっていきたいと思います。今回必要なのはこのエンチャント済みアイテムとエンチャント済みじゃないアイテム、同じ種類じゃないとできません。はい、まずエンチャント済みのアイテムを入れます。で、次にエンチャント済みじゃないアイテムを入れてください。で、エンチャント済みのね、エンチャントしてないアイテムを取り出して、エンチャント済みのアイテムを取り出します。で、なんだ、エンチャント済みを入れるのか、はい、エンチャント済みアイテムをもう一度入れると、こんな感じでノックバック1のエンチャントがね、コピーできます。あ、はい、これでやり方はまあ合ってるかな。はい、今さっきエンチャントのコピーっていうものをね行いましたね。こんな感じで、はい、ちょっとグダグダだ。次、もう一回やってみましょうか。はい、おさらいすると、エンチャント済みアイテムを入れます、金属に。次にエンチャントされてないアイテムを入れます。で、エンチャントされてないアイテムを取り出します。で、エンチャント済みアイテムを取り出します。そしてもう一度エンチャント済みのアイテムを入れてください。そうするとこういう感じでダメージ増加位置がねコピーされました。これ手順間違えたり変にエンチャント台使ったりすると消えます。そこは注意してください。まあなんか分かりにくかったかもしれないな。はい、まあこんな感じです。はい、分かりにくかったらコメントいただければね説明したいと思います。はい、ではご視聴ありがとうございました。今回はエンチャントバグの紹介でした。はい、まあ参考になる、なんかね、あ、だからね、はい、このまあ、まあ利点は皆さんも分かると思うんですけど、さらにこのねエンチャント済みアイテム、こう増やしたエンチャント済みアイテム2つを使って合体させたら強いのができますよね。ノックバック2の刀ができました。
だからこれを要するにですね、このまあずるいんですけど、こういうやり方をするとこうしてこうやってさっきの手順でエンチャントコピーします。コピーできましたね。ノックバック2のやつが2本になりました。でこれでこうやって、あ、できないのかこれは。あー、まあはいこういう感じでなんかね、いろいろ面白いね、用途があると思います。なんかいいのがエンチャント当たんないな。あ、はい、なんかこういう感じでなんかね、バグってエンチャント台を使うとバグって元に戻りますまあよくわかんないけど、こういう感じでね、多分一気に、まあでも自分もまだよくわかんない、発見したてでよくわかってないんですが、とりあえずあの手順を行えばこういう感じでエンチャントがねの能力をコピーすることができるっていうことがね、を発見しました。なんかうん、やっぱりバグなんでエンチャント台とか金属とか使うともう一回元にこの戻っちゃうみたいです。まあ、その辺はね注意していただければとても便利なバグだと思うので、ぜひ皆さん使ってみてください。ではご視聴ありがとうございました。はい、先ほども言いましたが、わからないことはコメント欄に書いていただければね、はい、お答えできますのでよろしくお願いします。あと、はい、もうチャンネル登録者数50人、とりあえず目標として頑張ってます。今18人なんで、あと32人ですね。はい、果てしないですが、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、他にもね、やってほしいゲームとかありましたら、コメントください。はい、とりあえずね、チャンネル登録者数20人になったらなんかやろうかなと考えています。なので、じゃんじゃん登録してください。Twitter もやってますので、概要欄からフォローしていただけるととっても嬉しいです。では、ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。